山田バサラおはようございます。誰が読んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです。えー、現在の日付と時刻はですね、えー、6月6日の夕方15時、えー、30分前ですね、えー、もうそろそろもしかしたら、あの、自分の自治会の方で5時半の時報が鳴るかもしれません。えー、そんな、えー、時間を過ごしている山田バサラなんですがね、あの、今日お昼ですね、 えー、僕は、あのー、とある音楽スタジオですね、ちょっとこう、覗き見したりとか、または音楽教室をですね、まあちょっとこう、飛び込みで入って、こう、僕も習えますかねかんっていう感じでね、ちょっとこう、勇気を出していきましたよ。まあ、あの、自分もね、ちょっとこう、もっとね、謙虚に、 自分の音楽活動の幅も広げたいし、自分の音楽の幅もね、えー、広げて成長したいなと思って今やってることなんですけれども、まあ、このことについてはまたおゆいですね、ゆっくりユンタクしていこうと思いまして、今日皆さんに、えー、お知らせしたいことはですね、最近僕ね、あの、YouTube2、3日前開いた時にですね、赤嶋正夫さんの YouTube チャンネルがおすすめに出てきました。 あの、赤島正夫さん、どんな人かというとですね、まあ僕が90年代、ね、僕が青春まっただな、まあ、今も青春のつもりですけどもね、まあ10代、20, 20代かな 10, ?10 代から20代にかけての頃ですかね、あの、いわゆる、えビーイング系のね、ビーズとかね、えあとはザードとかね、えその曲をですね、まあサポートしてい,いた方でね、まあ、今みたいにね、ネットがそんなにね、あの、発達してなくてもですね、よくね、 やっぱ、あの、ビーング系にはですね、赤嶋正夫っていうすげーベーシストがいるらしいよっていう話でね、よくこう盛り上がっていた思いがありますけれどもね、そんな赤嶋正夫さんのね、YouTube チャンネルが先日急にね、おすすめで出て,出てきたので、ちょっと今患者出てきたので、あの、まあ、あの、見てみたんですよ。まあ、本当に興味本位で。そしたらね、めっちゃ楽しいんですよ。まあ、あの、当時のね、さ例えばこのビーズのこの曲の秘話とかね、 えーお、おしゃべりしていたりとかですね。それだけじゃなくて、まあ、例えばこう、まあ、音楽のね、まあ、こう、なんていうのかな、例えば、プロとアーマーの違いとかね、えー、そういうことを語ってたり、ちょっと精神的なこともね、喋っていたりしてですね、ちょっと僕にはですね、なんかこう、大好きな分野のね、えー、こう、YouTube チャンネルだなと思ってですね、あの、ポチッと、えー、僕もね、えー、チャンネル登録しましたけどもね、その中でね、あの、赤嶋正夫さんが、 あの、すごく、こう、一つ面白いこと言っておりまして、今も言いましたけれども、まあ、ミュージシャンの、まあ、あの、プロとアマの違い、ね、プロと、プロフェッショナルとアマチュアの違いって何なのかっていうのを、ええー、お、お伝えしてまして、それね、僕も書いたんですけれどもね、赤島さおさん、こんなこと言ってますね。プロっていうのは、自分のやりたいことをやって、それが人の幸せを感じてもらえることを意識すると。 そして付け加えてですね、自己犠牲はいけないよとかね、自分のことを好きじゃないといけないんだってことをおっしゃってましたですね。なんかこれはね、僕が今ね、続けてる YouTube の、あの、今、サラバンジでよりもすごくね、あの、すごく通じる言葉でありましてですね、あの、本当にね、あの、やっぱりね、まずは自分のやりたいことを、こう、やると。 いうのはやっぱ大事だと思うんですよ。でもね、自分のやりたいことやって、それがね、お客さんに受けなかったら、お客さんがついていけなかったら、やっぱりね、これはもう残念な YouTube チャンネルになりますよね。なので、やっぱりこう僕の動画を見てくれて、こう僕がやりたいことをやって、見てくださった方が、あ、これ面白いなとかね、まあ、ほんの少しでもね、まあこう喜びを感じたり幸せを感じてもらえたらですね、なんかいいなと思いながらやってますよね。 えー、そしてその赤石さんがおっしゃるみたいにですね、やっぱりこう自己犠牲はいけないよと、本当やりたくないのに、まあこう受けを狙ってね、はい、今、5時半の時報が鳴りました。はい。はいは。続けますけれどもね。はい。あの本当にね、もう受けを狙ってね、なんかこう、僕が YouTube チャンネルをですね、これやったら、きっと再生数が伸びるだろうみたいなことで、やっぱりこう、やっちゃおうとですね、まあ僕のやりたいことじゃないんで、結構あの、 続かないと思うんですよね。なので、こう、自分のやりたいことをやって、それが人の幸せを感じてもらえることを意識する。そして自己犠牲はいけない。で、 まずは自分が好きであるということのスタンスをですね、やっていくっていうのは大事だなと思いましてですね、僕のこの YouTube チャンネルもそうなんですね、あのー、いや、もちろんね、いつも言うみたいに、あの、僕のチャンネル登録者数もたくさん増えるといいですし、えー、なんかね、あの、コメントもすごく賑わうといいと思うんですけれども、ただ、やっぱりね、大事なことはですね、あの、皆さんが、 この動画を見てですね、幸せを感じてもらえることがやっぱりいいなと思うんですよね。なので、もちろん、あの、僕のあのギター演奏で喜びを感じてもらえる瞬間があってもいいし、こういうユンタク、こういうおしゃべりで、 楽しみを覚えてもらってもいいなというふうに思いましてですね。なんか、ちょっとね、あの、赤嶋佐夫さんの言葉が励みになりました。はい。ということで、なんか、赤嶋佐夫さんのね、あのー、なんかこう、YouTube チャンネルがね、ちょっと、今年一年僕は、ちょっとこう、な、なんていうのかな、ブームになりそうですね。はい。 えー、ということで、そんな、えー、山田バサラ、改めてですね、皆さんが幸せを感じてもらえるようなですね、音楽活動、そしてこの YouTube 配信、ね、ユンタクをやっていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。サラバンジ。